皆さん、こんにちは。Otizans のスティーブです。And here is Otizans TV debut. Enjoy! こちらのお店、あるイギリス料理の専門店なんです。Hello, Nagita! イギリス出身のスティーブさんが腕を振るうのが、ホースケーキというイギリスのソウルフード。その特徴は、料理の見た目は Beautiful! 食べるだけでしかも嬉しい超ハッピー。ベーグル、東海地方の新しいものをいち早く紹介。今日はイギリスのおにぎり。今年10月、名古屋市名東区にオープンしたオーティさん。日本でも珍しいオーツケーキの専門店なんです。Enjoy. Thank you. わー、おしゃれ。初めて見ましたけど、これがオーツケーキ。オーツケーキとは、この薄く焼かれた生地のこと。栄養豊富なオーツ麦にミルクなどを混ぜ、発酵させてから焼いているんです。ここで食べられるのは2種類のランチセット。ベーコン、チーズ、トマトなどをたっぷりのせたイングリッシュブレックファーストと、牛肉と野菜の旨味がぎゅっと詰まったミートソースにマッシュポテトを乗せたイギリスの家庭料理コテージパイ。ボリューム重視のなっちゃんはコテージパイをチョイス。穀物の風味が豊か。表面はサクッと焼かれてるんですけど、中はしっとりもちっとしてて美味しいです。歴史のあるオーツケーキは地域によってクラッカーやパンケーキなど形は様々。こちらの店ではスティーブさんのふるさとスタッフォードシャーという地域の作り方で平たい形なんです。街中にはオーツケーキ専門店が溢れていて、日本でいうおにぎりのような存在なんですって。よく食べられてるんですか？毎日食べてます。お客さんの反響は？イギリス行ったことがないんですけれども、こんなものかなと思ってイギリスを味わってます。イギリス料理ってイメージが変わった、こんな美味しいもの食べてるんだ。さらにランチにはイギリスの定番スイーツ付き、砕いたクッキーのようなクランブル。食べ方も本場スタイル。カスタードソースをたっぷりかけて食べるのがイギリス流。うん、本当にたっぷり。イギリスでは温かいカスタードソースを焼き菓子などにかけて食べているそうです。中はサクサクのものが、日本でイメージするこうカスタードってポテッとしてますけど、これはかなりサラッとしてて甘さも控えめ、いくらでも食べたくなります。イギリスの伝統料理を思う存分楽しめるオーツケーキランチ。さらに年末におすすめなのがオーツケーキをお取り寄せ。おうちでもイギリス気分が味わえちゃうんです。なんとオーツケーキをお取り寄せ。インスタグラムでは食事系からデザート系まで幅広くアレンジ方法を紹介しています。そこで今回スティーブさんがクリスマスにぴったりな一品を考えてくれました。ということでラグモノオープンクッキング。オーツケーキのアップルソースかけ、用意する材料はこちら。作り方はアイスクリーム以外をレンジで3分チンするだけ。おうちケーキの串を温めていきます。解凍したおうちケーキ2枚をフライパンで軽く両面温めます。まだかな。 OK アップルソースをたっぷりかけ、仕上げにアイスクリームとシナモンをトッピングしたらもう完成。スティーブさん、どうですか？オーツケーキとアップルソースが相性抜群の華やかな
味しいです。イギリス気分が味わえちゃう大津ケーキ、お店でもお家でも楽しんでみては。これではご紹介したアレンジのレシピはトレスカのホームページをチェックしてください。そして今月のお店のランチ営業は今日と来週月曜日火曜日です。席に限りがありますので電話予約をしてから行くのがおすすめです。その時1個しかないんですね。そうなんです、はい、店頭販売のみやっている人でもありますので、そちらはインスタグラムをチェックしてください。クリスマスにもぴったりです。お取り寄せもありますのでぜひ食べてみてください。バレクルでした。